皆さんこんにちは。アダルトアカデミー講師児玉正義と申します。とこれからですね、記述回答力完成講座、これ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。でですね、とまずはこれテキストでですね、まあいろいろテキストをお配りしていますが、テキスト始める前にですね、まずこの講座のやり方、復習の仕方とかですね、あと何のためにこんな講座やるんだろうっていうことをですね、最初にお話しさせていただきたいと思います。はい、ではですね、まずちょっとですね、メモっていただきたいことが多いので、これじゃあですね、こうしましょう。ちょっとお待ちください。これテキスト開いていただきまして、テキストのですね、空いているページどこでもいいです。はい、どこでもいいです。ここにですね、空いてるページ、目次の後あたりにですね、余白とかあったりしますので、はい、その辺あたりに書き込んでいただきたいと思うんですが、はい、これ板書としてですね、書いていきますので、はい、やっていきましょう。はい、まずはですね、はい、私がお話したいのが不動産登記、不登法と書きましょう。不動産登記法でですね、はい、の、記述なんですが、字が汚くてすみません。はい、で、点数を取るコツということで、はい、言うなればですね、何を勉強していったらですね、点数になるんだろうということ、はい、これが皆さん一番知りたいと思いますので、はい、ここをですね、はい、お話ししていきたいと思っております。はい、でまずはですね、私これまでですね、本試験の採点基準分析、はい、このお話ちょっと最初にさせていただきたいと思うんですが、これですね、私平成20年頃のですね、自分自身が受験生時代の頃からやっていたことなんですが、本試験のですね、合格者とか、あとですね、択一基準点を突破して記述の採点がされた人、はい、こういう人にですね、お願いして、個人情報保護法による情報開示請求っていうものを利用してですね、本試験の現場で書いてきてもらった答案をですね、これのコピーをですね、情報開示請求すると法務省からもらえますので、それをですね、取得していただいて、それをですね、もう何人も書き集めてですね、何人分も書き集めて、そこから、今現在ですね、司法書試験の記述式の採点基準というのは法務省が公表していませんので、だからですね、いわゆる開示答案を逆算して分析して、本試験の採点基準というのを探るということをですね、もう10年以上現状やっております。はい、でそこでですね、本試験の採点基準が分かるとですね、分かると何がいいか、この部分書いたら大減点とかですね、この部分ミスったら大減点、この部分は多少ミスっても大して痛くないよとかですね、そういうことが分かるようになりますので、分かるようになりますので、本試験で点数が取りやすくなる。はい、あとはですね、ここまで分かっていると、どこに配点が高いかとか分かっていると、はい、本試験で注意すべきところに集中してですね、集中して本試験受験することができますので、時間短縮にもつながるんですよね。はい、ということなので、まず一番最初、記述と不動産登記法で点数を取るためには何をやっていったらいいのか、はい、というお話をさせていただきたいと思います。はい、まずはですね、こちらテキストを見ていただきまして、ちょっと字が汚くて本当に申し訳ございません。はい、そのままいきます。はい、と3つ本試験採点基準分析をしてですね、はい、3つ丸1、はい、丸1、丸2、丸3ということでちょっと書いていきますね。板書として書いていきます。はい、3つ注意点というかですね、点数を取るコツがあります。はい、でまず1個目、これ当たり前のことなんですが、申請書を書けることです。申請書、いわゆる書式ですね、申請書を書けること、と書いておきましょう。申請書を書けること、はい、もうこれ当たり前なんですが、本試験の回答例をですね、本試験の過去問一度でも見た方はですね、分かると思うんですが、本試験の回答っていうのは申請書を書くことがほとんどですよね。はい、だから申請書を書けること、はい、当たり前のことなんですが、できないと本試験受かる可能性がなくなりますので、つまり回答を書ける、申請書っていうのは回答ですから、回答が書ける可能性がないと本試験点数取れないのは当たり前ですので、はい、まず申請書を書けること、これ当たり前だと思ってください。はい、このためにこの講座のテキストとですね、書式集っていうものを使っていきます。はい、で次に行きましょう。次、はい、とあとですね、次がものすごく大きいんですが、はい、気づいている方と気づいていない方がいます。これいいですか。はい、書きます。はい、申請の順番を間違えないこと
これが非常に重要ですと言いますかですね、はい、まあ、私がこれまで10年以上ですね、本試験の採点基準の分析をしていて、はい、ここでですね、合否が、まあ、記述式の不動産登記法につきましては、もう合否分かれているのはここと言っても過言はないぐらいの、重要度があります。いいですか。ちょっと申請の順番を間違えないことというところです。はい。どうでしょうか。はい。とここなんですが、じゃあですね、まあ、ここは本試験で一番配点が高いって言ってもですね、じゃあここ間違えたらどのぐらいダメージっていうのを具体的なお話しないと、まあ、信じていただけないと思いますので、ちょっとお話しします。はい。でこれですね、例えば平成30年度本試験のですね、記述式不動産登記法におきまして、これはまあ第1弾、第2弾、第3弾とあったわけなんですが、回答がですね、回答欄がですね、はい、でこの回答第1弾でですね、はい、こんなことがありました、採点基準分析をした結果、はい、これ回答第1弾ですね、答えとして書く登記申請につきましては、これいわゆる相続、じゃあちょっとこれも書きましょうか、ちょっと書く部分がですね、じゃあここに書きましょう、はい、ちょっと空いてるところに書きますね、はい、もっと下の方に空いてるところ書きます、はい、平成30年の本試験の、すいません、これですね、平成30年本試験と書きます、はい、につきましてはこれ第1欄の回答としてはですね、これ相続登記を立て続けに2件入れましょうっていうのが正解だったわけなんです、平成30年本試験、はい、でここでですね、はい、こういう回答をした人が多かったです、はい、と第1欄の答えがですね、これまあまあ丸が正解がこっちで、誤りがこっちなんですが、相続登記を1件入れてですね、はい、あとは登記不要と書いた答案、はい、があります、はい、でここでですね、まあ、これ、まあ、法務省のですね、採点基準、実際の採点基準は私知らないので、はい、これ私が開示答案から分析して逆算した結果をただ喋っているだけですので、はい、私の分析の結果ですよ、はい、あくまで、はい、でこうなりましたとですね、はい、と相続、はい、ここはまあ大体ですね、配点が12点程度あったわけなんですが、はい、これ相続登記不要と書いた人、これ0点になってしまうんですよ。この配点、この部分がですね、配点が0点、はい、つまり本試験でですね、まあ、これただの具体例なんですが、はい、まあ、これ以前のですね、本試験分析でもこういう結果がかなりありまして、はい、でここでですね、はい、まあ、申請の順番を間違えたら大失点を食らってしまうっていうのはもうすぐ分かると思うんですが、ちょっともうちょっとお話ししますとですね、はい、これ仮にですね、35点満点の記述式不動産登記法のでですね、12点分失点してしまったら、残り皆さんに残された点数というのは、受験生に残された点数というのは23点しかないわけなんですよ。23点しかないわけです。はい、でもうとなったらですね、もう途端に不利になる、12点一気に失ったら、もうほとんどですね、受かんないに等しい点数になってしまいますので、そういうところで本試験のですね、試験委員というのは、そういうところで差をつけるようにしております。はい、でそれがまあ私の採点基準分析の結果分かったことなんですが、はい、で続きいきます、はい、で申請の順番を間違えないこと、はい、とあります、はい、とさっき書きましたが、はい、でこれはですね、こういうことなんですよ。本試験のですね、試験委員が毎年毎年本試験の不動産登記法でですね、はい、皆さんにどんな力があるんだろうっていうのを問う内容としてですね、はい、登記申請を正確な順番で書けるか、はい、これを聞いている試験だっていうのはですね、もうまあ、この結果からですね、一目瞭然ですので、はい、つまり皆さんは登記申請の順番、はい、つまりはですね、まあ、いろんなですね、先例とか判例とかがあってですね、はい、この登記申請をこういった事例の場合には、この1番目にこの登記を入れて、2番目にこの登記を入れなければならないっていう決まりがあるんですが、そこをですね、間違えて逆に入れてしまったりですね、はい、2件入れなければいけないのを1件しか入れなかった場合に、こういう大減点を食らうということですね、はい、これを知っておいていただきたいと思います、はい、そしてですね、はい、次に行きます。次、はい、丸3書かせていただきたいとですね、はい、書かせていただきますが、丸3ですね、はい、でここからですね、ちょっと問いの形で、はい、これ何が難しいのかということ、はい、まあ、点数を取るコツというかですね、まあ、本試験分析をしていてですね、本試験、まあ、答案分析をしていて、採点基準分析をしていて、本試験ですね、まあ、何が難しいのか、つまりどうして、すいません、これですね、何が難しいのか、つまりどうして合格できる人とできない人が出てくるのかっていうこと、はい、なんですが、はい、ここでですね、まあ、やっぱり一番多いですね、お話がこれ、試験時間が足りないんですよ。試験時間が
足りない試験だということが言えます。でですね、はい、まあ、本試験の記述、まあ、特にですね、本試験、まあ、午前の部と午後の部とありまして、午後の部の方はですね、もう時間が足りなくて足りなくてしょうがないんですよ。もう私もですね、まあ、受験していた時代はですね、もういつも時間が足りなくて泣きそうになっておりました。はい、でですね、はい、どうして合格できないのかっていうのは、試験時間が足りない試験だからっていうのはですね、まあ、難しい、何が難しいのかっていう答えが、そういう、そこがですね、まあ、私がこれまで分析していて、はい、一番そうだなと思ったところな、そう分析したわけなんですが、はい、で試験時間が足りないっていうことに対する対策ってじゃあ何があるのかっていうのをですね考えてみますと、こういうことがあります。はい、とですね、はい、まずと試験時間が足りないことについてちょっと2つ書きますが、はい、知識の正確さですよね。知識の正確さ、正確さ、知識の正確さ、はい、とあとはですね、あと、まあ、知識の正確さ、これもうちょっとお話ししますと何を言っているのかって言いますと、はい、とですね、はい、これ本試験の問題っていうのはですね、はい、知識としては、まあ、即答できるレベルにですね、すべてなければいけないと言いますか、はい、もうちょっと言いますとですね、はい、時間不足の原因っていうのは何から来るのかっていうと、はい、知識が曖昧だからなんですよね。はい、例えば、まあ、択一問題なんかを例に取るとですね、はい、よくわかると思うんですが、例えばあいうえおってですね、5足あったとします。はい、で5足のうち、例えばいの足が難しいなという時にですね、はい、これなんか昔見たことがあるけど、でも結論がよくわからないなっていう場面に出くわしたこと、皆さん必ずあると思うんですよ。はい、まあ、司法書試験じゃなくて他の試験を受けていた時にでもですね、はい、あるとは、まあ、大学受験とかでもですね、あったと思います。はい、これ正しいのかな、正しくないのかな、見たことがあるけど判断できないなっていう時、はい、そういう時っていうのはですね、やっぱり気づかないうちに時間ものすごい使ってるんですよ、悩んで。はい、でこの司法書士のですね、本試験なんて、これもう一発勝負でですね、そこの判断で合否が決まっちゃうわけですから、はい、もう そういうですね、プレッシャーも相まって、はい、もう本試験の現場で悩んでいる時間っていうのは、ご自身が思っている以上にですね、はい、使っているんですよね。はい、だから、まずその時間を消すことがですね、時間短縮に一番必要だということなので、はい、知識をですね、正確な知識を身につけて、番書のところです、はい、正確な知識を身につけて即答できるレベルにですね、まあ、知識まあ、分量は多くなくていいです、はい、まあ、これはですねおいおい言っていきますが、はい、まあ、やることをですねある程度試験に出ることにですね絞った上で、はい、で一個一個の知識を正確にその場で即答できるレベルにまで持っていくこと、はい、これが時間短縮の一つの秘訣です。はい、で次に行きます。次にですね書きますと、はい、これ試験中本試験の試験中のですね、試験中の判断、これもですね、点数にかなり大きく点数を左右します。試験中の判断、はい、でこれ例えばですね、どういうことかって言うとですね、はい、例えば記述式の問題がですね、はい、まあ、記述式の問題で、まあ、回答第1欄、第2欄、第3欄まであった、はい、という時にですね、はい、もちろんですね、第1欄から解かなければならない問題、第一欄から順番にですね問題が作られていることがほとんどではあるんですが、でそのまあ第一欄の中でもですね、例えば登記の目的、はい、まあ、ここはですね、まあ、今初めての方で登記申請書の内容が分かんないっていう方はですね、ちょっと軽く聞き流していただいてもいいです。これからですね内容やっていきますので、はい、ちょっとここはですね回答が分かっ何ですか、本試験で問われている内容、まあ、つまり本試験をですね、一度でも見たことがある方かどうかということですね、一度でも見たことがある方を対象にお話ししますが、はい、どうですね、はい、例えば登記の目的、はい、登記原因及びその日付、はい、あと申請人、はい、添付情報、はい、あとはですね登録免許税、はい、こんなところがですね、はい、本試験の記述式不動産登記法で問われている知識の内容なわけなんですが、はい、でそこでですね、はい、そこで例えばそのですね、登記の目的、原因、はい、申請人、添付情報、登録免許税、はい、このですね、どっから先に回答欄を埋めていった方がですね、はい、点数になりやすいのかっていうのは、これ本試験の採点基準がある程度分かっていないとできないことですよね。はい、じゃあどこが配点高いのかっていうのは、まあ、これからですね、おいおい、まあ、やっていくわけなんですが、はい、ということで本試験のですね、まあ、配点が分かっているとですね、はい、判断がしやすい、まあ、それ以外にもですね、はい、まあ、本試験でのミスを防止するとかですね、はい、まあ、問題を早く解くとかですね、そんなようなこともですね、どんどん試験中の判断というものに含まれていくわけなんですが、はい、でそこまでですね、ちょっとこんなふうにですね、まあ
テキストの空いてるところにメモしていただいたわけなんですが、字が汚くて本当申し訳ございません。いいですか、はい、こういうふうにですね、メモしていただいたわけなんですが、はい、でですね、ここで、ちょっとここに書き足します。はい、で、これに特化した講座をこれからやっていきます。これものすごい字が汚くて読みますか、特に化です、はい。これに特化した講座をですね、はい、これからどんどん展開していきたいと思います。はい、そしてですね、この丸1、丸2、丸3に対応した形で、はい、と丸1でですね、はい、まず一番最初、登記申請書をですね、はい、まあ、書式集っていうですね、テキストを使いまして、登記申請書を書けるようになっていただきます。これが第1段階。はい、で、これでですね、次の段階としましては、これ、登記申請の順番をですね、間違えないためのテキストっていうのも用意してありますので、はい、これはですね、まあ、おいおい、ご説明いたしますが、次にこの段階に行っていただいて、はい、どんなですね、どんな、例えばどんな先例をもとにですね、どんな登記申請の順番が決まってんのかなとかですね、そういうことを、まあ、択一化顧問を、司法書士試験の択一化顧問を素材にしながら勉強していくというですね、テキスト、こちらが2番目にあります。はい、で、さ、ここまでがですね、実はちょっと大きく分けますと、講座説明としてですね、大きく分けますと、ここまでがですね、はい、知識習得編、知識習得編のお話、はい、これちょっとあまりにもちょっと汚い字ですね、ちょっと書き直しますね、はい、これ知るっていう知識の知っていうことを書いてあるんです、はい、知識習得編、はい、でですね、はい、で丸三、何が難しいのかっていうので、これさっきやりましたよね、はい、試験時間の足りない試験だから、知識の正確さとですね、はい、試験本試験中の判断、はい、特にこの本試験中の判断っていうもの、はい、本試験の現場でですね、どんな判断をしたら点数取りやすいのかっていう判断に関してもの、これをですね中心に、これいわゆる解放編っていうですね、はい、ところで、まあ、この講座のですね、後半部分ですよね、解放編というところで、ですね、潰していきまして、はい、でここでですね、これで全部1、丸2、丸3を潰すと、本試験でですね、記述式、まあ、不動産登記法に、今回不動産登記法に関してのお話ですが、本試験で点数が取れるようになる、合格点が取れるようになる、はい、という仕組みでこの講座をやっていきます。はい、つまり、まあですね、はい、本試験の点数を取るためには何をやるのか、はい、これをやればいいということがもう今分かっている状態ですので、はい、とですね、そうですね、すいません、なんかペンの使い方が下手 でこの部分、はい、ここをですね、この丸1、丸2、丸3をやっていけば、ですね、本試験で点数を取れるというのは分かってますので、じゃあそれに基づいて内容をやっていきましょうというのがこの講座のコンセプトであります。はい、でではですね、じゃあここでまず一旦ですね、区切ります。